田村厚生労働大臣は歯科医師による接種の検討を始めると明らかにしました。地域によってはですね、接種をいただく人員が足らないという話がございますので、歯科医師のですね、ワクチン接種に関して検討、これを始めることといたします。これまで接種は法律上医師や看護師に限られていましたが、担い手不足が指摘されていました。歯科医師による接種は集団接種会場が想定されていて、事前に研修を受けてもらうということです。田村大臣は有識者などの下で検討し、早急に結論を取りまとめたいとしています。